リカ、昨日プロフィール帳買ったんだけど、リカ書いてよ。いいね、楽しそう。なになに、プロフィール帳？面白そうじゃん。さくらも書いてよ。心理テストのところは明日みんなでしよう。翼ちゃんにもらったプロフィール帳書こうっと。名前は加山リカと。ニックネームはリカ。将来の夢か。ハルト君のお嫁さんなんてね。好きな人がいる。イエス。付き合ったことがある。イエス。キスしたことがある。そんなの秘密だから。真ん中にしちゃおうっと。心理テスト、一番のピンクかな。私の好きな食べ物はやっぱりママの作った卵焼きかな。好きな科目はやっぱり音楽かな。心理テストは3番のブラウン。優しい人は理科。可愛い人はみんなっと。かっこいいのは先輩。おしゃれなのは翼かな。面白い人はレン君で、尊敬するのはママ。二人とも書いてきてくれた？書いたよ。見せて見せて。リカってば、ハルト君ばっかり。もう、こんなところでまで見せつけないでよね。さくらは、おしゃれ枠のとこ、あたしじゃん。優しい人はリカだって。やったー！ありがとう！そうだ、心理テストの答えってどうなの？そうだそうだ。じゃあまずリカからね。一番のピンクを選んだリカは、人懐っこくて話していて楽しい人だと思われているかも。これからも自分らしくみんなとコミュニケーションしてみて、だって。へぇ。ならみんなとこれからももっとお話ししようっと。私は。さくらは3番のブラウンだから、優しくて安心感のある人だと思われているかも。これからも気配りの心を忘れないでって。案外当たってるかもね。え、当たってんの？自分じゃよくわかんないね。私は2番のブルーにしたから、何事にも一生懸命でかっこいい人だと思われているかも。これからも努力を忘れず自分磨きを頑張って。はい、自分磨き頑張ろうっと。あと他にも心理テストあるからやろうよ。やるやる。まずはチャートテスト。今度はさくらからね。歩くのが人より早いと思う？早い方かも。辛いものより甘いものが好きだ。はい、いいえ。はい。趣味は多い方だ。いいえ。犬と猫なら犬の方が好きだ。私は猫派かな。一人で行動することが多い。はい。さくらは D タイプね。これは向いてる恋愛方法がわかるらしいよ。 D タイプのあなたはマイペースタイプ。いつも通りの自分でいられる友達同士みたいな恋愛が向いてるかも。それ楽しそう。私もやりたい。歩くのは早い？いや、私は遅いと思う。物を捨てられない方だ。はい。犬と猫なら犬の方が好きだ。うん。友達からよく相談される方だ。される方かな。じゃあリカは C タイプ。たくさん甘えて尽くされる恋愛が向いてるかもって書いてあるよ。ハルト君に甘えてんの？ひょひょ。なんか盛り上がってんじゃん。何やってんの？レン、ハルト君、今3人で心理テストやってるんだけど一緒にやる？へえ、面白そうじゃん。なあハルト。うん、やるやる。じゃあこれにしよう。あなたは今巨大迷路の中にいます。すると空から何か落ちてきました。それは何？なんだろう。ボールとか？はい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 。俺は翼が降ってきたと思ったぜ。もう何言ってんのよ。答えは、チャイム鳴っちゃったからまた後でね。ここでみんなに心理テストだよ。みんなは巨大迷路の中にいて、
空から降ってきたものは何だと思う？コメント欄で教えてね。この心理テストの結果はまたどこかの動画で発表するよ。評価をぜひ、チャンネル登録はここからよろしくね。バイバーイ。